エリザベス・ホーリー1999年、エリザベス・ホーリー、エリザベス・ハーリー1923年11月9日から2018年1月26日は、アメリカ・入りのイ州シ,シカゴ生まれの女性産学ジャーナリスト、ヒマラヤ登山の年代記編者。40年以上にわたりヒマラヤ登山の記録をまとめ、その正確な記録から、ヒマラヤ登山記録の認定期間と呼ばれている。 カトマンズ在住。ミシガン大学で学んだ。ニューヨークのフォーチュン市のリサーチャーを辞め、世界一周旅行中にカトマンズを訪れた後、ネパールに移住した。そこで短期間リポーターとして働き、サンフランシスコに戻り、数年後タイム誌のジャーナリストとしてネパールに戻った。その後、登山のニュースを報道するロイター通信社の仕事に就いた。人生で山に登ったことはないが、 40年以上に渡るヒマラヤ登山の最もよく知られた年代寄兵者である。ネパールでは観光省がヒマラヤ登山の許可を出し、登頂証明書も出しているが、あくまでも登山者の自己申告をそのまま通認するだけで信頼度は高くないとされる。ホーリーはカトマンズに入った各国登山隊すべてに聞き取り調査を行っており、カトマンズを通らずに、 中国側から登る登山者に対しても、セルパや他の隊の情報から追跡調査を行っている。その記録は世界的に最も信用が高いとされ、他にヒマラヤ島庁を公認する権威ある機関がないことから、ホーリーは事実上の公認機関の役割を果たしている。朝日新聞の近藤幸男は、ネパール観光省にヒマラヤ登山の記録を調べに行った時に、担当者から、 正確な記録は、ホーリーさんに聞いてくださいと言われた。2010年に、クレギン前のカンチェンジュンが登聴疑惑が起こった時には、登山家たちの間では、カトマンズ在住のエリザベス・ホーリー氏が発行するヒマラヤンデータベースによる認定が正式な認定とされている。と報じられている。近年、ホーリーの記録は、ヒマラヤンデータベースとして、インターネットで公開されている。 ありがとうございます。